皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。はい、ってことでもう開いてる画面でね、いやもうサムネタイトルで分かってるか。はい、私が今から何をしようとしているのか、ちょっと近畿にね再度触れに行こうかなと思っております。私がモンストをやる上で一番避けなきゃいけないこと、それは水の遊園と向き合うことです。ずっと避けてた。最初の月とかピリカ狙ったりね、その後何回かは、ピリカ狙いでね水の遊園っていうのを引いてきたと思うんですけれども、私やはりね過去に引いた水の遊園すべて下振れ、そしてラファエルにね、1体目をゲットする当時なんかもうほんと40万ってぶっ込んでやっとゲットできたぐらいなんですよ。向き合っちゃいけないガチャなんだ水の遊園ってのは。しかもこの11月、次のモンストニュースで何かしら追加がある、その次のニュースではコラボがあるかもしれない、そして、クリスマスアルファがまあほぼほぼ来るでしょう。かつ年始これが控えている状況で、こんなタイミングで水の遊園引くやつなんていないんだ。引きます、引きに行きます。なぜかというと、私ですね天魔初回の月以降ですね、他の実況者の方だったり友人と一緒にですね一体ずつキャラを出し合って紋章を読んでね、ひたすらうひょーって言いながら登ってたんですよ。で今回に関してはその時間が合わなかったりしてソロで登ったんですね。先日天魔の動画出しましたけど、出しましたけれども、使うパーティーが、自陣紋章2体しかつけれないじゃん。室外は室外確定なんですね、ピリカいないから。もう1体よ。で台にして、でフレンドに室外やで室外のコネクト満たすみたいなのもいけるんだけど、今回ピリカがフレンドにいたんでピリカを使ったんですよ。ってなると室外は2体で室外自陣3体入れたら種族も劇種もねコネクトのスキルの条件満たせなくて室外は3体使えないんですね。だから今回アイリス入れたの。きついきついっす。勝てないことはもちろんないんですけれども、まあやっぱりソロでやるって想定した時にピリカが自陣に1体いると室外はピリカがいけるんですよね。こんな幸せなことないでしょ。そんな幸せなことないなと思いまして、ピリカを引きに行きます。はい、これうだうだピリカをずっと欲しい言ってても、で今後もう人気投票終わっちゃったしね、マルチガチャも終わっちまったしピリカ一生引けなかったんで、ここで決めに行く。今月はね先月使っちゃった課金額、出しましたけれども抑えるって言ったよね。抑えないもういい。俺あの動画もう先月で終わりにしようと思ってて、なんかちょっとね俺はたから見た時にあれ課金自慢みたいに見えちゃいそうだなって思ってちょっと嫌な感じになっちゃってもうさすら、いや最近さ欲しいキャラがさ1体目ゲットしてから2体目めっちゃ出るんですよね。ウボサスラっしょ。いやウボサスラもねアキくんと一緒にどっかにハマってくれたらね嬉しいんですけどね。強いんだけどねいかんせんね俺の大嫌いな友情がメイン友情にねついてしまっているんでね。いやーマジでここで決めよう。本当にこれズル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 いったらまた水の遊園どっかで勝負しなきゃいけなくなるから、もう今月決める。11月もう勝負の月にする。ここでピリカをゲットしてすべての雌雄を決する。止まったらピックアップされてんだよなお前ねえ。なんで重心化したのこのタイミングで。え、確定形があるのかこれ。いや確定形はマジでやってない、頼む。ちょっと匂わせあるよね。死者の書がさ、なんかこういうモンコレとかさ遊園とかさ変にピックアップされてるキャラってその後ハマったりすること多いからさ、前のなんかデイゴかなんかそうだったよね、結構あったりするから。死者の書2体目も別にいてもいいんだけど、そうじゃない、止まれ頼む。ピリカ本当に今月で絶対にピリカとの勝負を決める。水の遊園マジきちいんすよ本当に。いっちゃいっちゃダメなガチだから、これが闇ガチだから。いやコロッと出てくんねえかな。そう考えると当時のルナはマジで奇跡だったよね。初回の月に取んないで、その後フラパバイかなんかの時にちょっとね持っとかなきゃいけないって言って引いたら出たんですけど、ピリカそんな甘くないかな。ダメですからねこのタイミングの水の遊園だけは本当にやっちゃいけないから。あ、引き出せるっていう、もう力技ゴリ押しルートいくわ。そっか、結局キュピレバどんだけ出ないキャラでも選べるからキュピラすりゃいいんだな。止まってくれと誰、あ、レンジロウ、わたつみあー、ななみ、これレンジロウだよね。やっと来たななみ。いやーこれさっきさ、いっちゃん最初の画面でさボックス開いたじゃないですか。これラックなんですよ。
だから水の遊園引くとしたら、まあ、この辺の高いキャラが欲しいよってことなんですけど、ナナミ、まだだ。え、ナナミ俺あと1体だと思ってた。リーチじゃなかったんだ。あと1体ナナミ、あと1体。いやー、ナナミ出てもいいよ。うん、ナナミ、いや目的は違うんだ。ピリカなんだ。はい、キュピーラセマスト、キュピーラセマス。その前にもう一度止めます。ピリカ2体持ち。ここで止まってピリカ出してキュピってピリカもう1体2体持ち、これが理想ルート。まあピリカ1体でいいんですけどね、室外室外は多分買えないと思うから、ピリカいっぱい引いてもね。あ、うわー、当たった。綺麗にすり抜けるじゃん。アムリタ2体目、うん、大勝利。これアムリタ2体目なんで大勝利ですね。ニャルラとホテプはね、まあまあまあいいけど、サイズは高いから嬉しいですね。ここだ、決めろ。なあ、まあむずいよな、むずいよな、むずいっすよね。星玉むずいんだわ本当に。マジさ、ちょっともうちょっと優しくしてくれてもいいんじゃないので。アメリカ2体目は普通に嬉しいですけどね。ワタツミも中途半端なラックだからな。風神雷神も遠いですからね。ちょっと風雷をね、いやって600個用意したからね。俺勝負するときだから500個超えるときは祝福ってないんで、ピリカじゃないこともあるけど、限定は絶対に誰かが出るんで、どこでも止まれ止まれ。あっ、こなっ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、これピリカ以外全部出ちゃうコースじゃない。ワタツミ出た、アムリタ・ラミエル出た、は同時切り、今魅力も出てたよね。おい、こんだけ出てんならさ同じ確率でしょ。なんでそんなピリカすり抜けるかな。え、これが水の遊園なのよ。うん、ラファエル狙って狙って、1体目のラファエル引く時にはもうダルタニアン6体ぐらいになってて、ナポレオンに関してはラック70ぐらいまで行ってたからね。ラファエル1体出すんだよ、やばくない。え、なっちゃうから、そのこのままだとそういうことに。あ、でも爆死ないっすね。あ、俺水の遊園に強くなってきたかもしれない、引きすぎて。ちょっと引き方を覚えてきたかも。祝福のお知らせは一角、一角だから。祝福のお知らせこれかな。祝福のお知らせはマジで盛り上がれる本当に。まあでも通常価値でも水の持ってないやついるかもしんねえからな、過去のやつでな。あ、違うか、限定だもんね。やめて、オズ弱いキャラじゃないですからね。俺が過去に嵐マルチガチャっていうガチャをしたせいで、あのマジで弱いと思うキャラ引いてください、自分が。一人目、わあ、絶妙ですね、ステアカさん。最後。優勝、君が優勝だ、アーさん、君が優勝。もうね、顔が弱い。あ、これモンストダウンロードして3秒で分かる弱さしてる。あ、もう顔が弱いわ、優勝。いやー、シロさん見てください、オズ出ましたみたいなリプ来るけど、あれ違うからね、オズ別に弱くないから、オズは弱くない。ただ嵐マルチガチャで、優勝しただけ、弱くはない。え、これ限定だから。うわー、もうすっげー引き強い、めちゃくちゃ引きは強いんですよ。ケイはもう、やっぱダメだこのガチャ、このガチャダメっすね、もう。いやマジ、え、やばくない、なんで。もうこいつカスキャラです、本当に弱い。もう出たらマジで本当泣いてください、もう一番弱いからこのキャラ。それはマルチガチャ優勝しちゃうわ、一番弱いんだからオズなんて。もう出るなよ絶対。なんでオズ2体出るかな、絶対オズ2体引く方がむずいって、これ絶対にオズ2体引く方がむずい。おお、いや本当爆死しないね、めちゃくちゃ上手になってきたよね。え、マジ。いやまあそんなもんだけどさ。いや、まだラストチャンス。くっそ、あ、ラグんなかった、5体出るってこと。上に祝福のお知らせ出るイメージ、イメージ。いやーマジきついな、ケイで演出はいらんって絶対。これマジ変えた方がいいと思う。止まってくれたまま。え、俺今年
絶対こうする方がむずいって。2体出す方が何体キャラいると思ってん。なあ、いや、まだ諦めんな、諦めんな。祝福のお知らせ、降りてこい、降りてこい。マジ頼むって、いやマジ頼むって。おや、見ないわ。もうみんなには見えてる、みんなには届いてる。いやーマジ600個だよ、計3体でだろ。え、どうなってんのこれ。オスのラック10伸びた。お、全然嬉しくねえ。あ、サイゾーラック高っ。えっ、サイゾー積もってる。いや積もってるけど、これね、サイゾークラスになってくると2体目使う可能性があるから、ちょっと混ぜないでおこうか。そうじゃねえんだわ、そうじゃねえのよ。あ、オーリンは高いね、1体出ましたもんね。もうオーズ、いやオーズマジ腹立つな。いやーこれなんでだろうね、なんで俺がこうやって悪く言うと。まあ別に悪くは言いませんでしたけどね、オーズの時に関しては。そういうキャラいっぱいいるんだよな。いやー、じゃあ来月の天魔も、紋章なしアイリスとかでもしソロで登るってなったらね、入れていく感じになるのかな。いやね、マルチで天魔できてるの幸せなことだったわ。ソロになってからやっとそのピリカのありがたみっていうか、その自陣にいたら嬉しいなみたいなのを感じた。え、でもさ、出てよくない ?600 個よ。600個じゃ出ないことあるか、普通に。いやー、なんか変な方に神引いたな。結果は相当良かったですけどね、限定相当量出ましたし、ラック10伸びた組が何体かいましたし、めちゃくちゃ結果が良かったんだけど、そうじゃない感がすごかったな。はい、まあってことでね、今回は、水の遊園と、マジで意味わかんないタイミングで向き合ってみましたけど、これもう毎月コンスタントに引いていくのはね、もうね、養分なの。だから一撃で600個ぐらい入れて引いたるかぐらいの気持ちで朝来たんですけど、養分コースだな。来月も500個ぐらい行って、もう水の遊園が来るたびに、まあ、ピリカは狙っていこう。で、あとどっかで俺幕末リセレクションも引きに行かなきゃいけないんで、タイミング的にね、そろそろ重心化会、重心化かがあったりすると思うんで、バックリザもどっかで引きに行かなきゃいけないんですよねって考えると吐きそう。両方属性圏だからね。はい、ということで、今回まあね、見てる方で水の遊園引こうかなって思ってる方は、まあ、こうなる可能性が高いですよっていう動画になればいいかなと思っております。ってことで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価もね、最後にしてっていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。